鹿島神宮の奏霊者ですね、氏子さんとか、先祖、ご先祖様ですね、を祀るところですね。まあ、普通の、一般の参拝、普通にこう、鹿島神宮行ってみたいということで来るところではないところなんですけども、ご先祖様を祀るということで、まあ、感覚としてはお寺に行くのと近いものがあると思います。先祖の霊を祀ると。基本的には二礼二拍手一礼でいいですけども、まあ、お盆の時期とかに、ここの、に、こう、御霊を祀ってる方が来るというか、非常にこう、厳かな感じですね。